俺を置いて出張なんて行くな。寂しくてたまらないじゃないか。たった2泊だけだよ。今まで出張なんかなかったよな。怪しい。浮気旅行じゃないのか。今年から部署が変わって出張が増えるって説明したじゃん。そんなに心配なら会社に聞けば。そんな恥ずかしいことできるか。恥ずかしいという自覚があるだけよかった。俺の飯はどうする。適当に作るか買うかして。一人で食うのか。そうなるね。無理だ、耐えられない。あなたいくつだっけ。33歳。じゃあ頑張ろうか。やだやだやだ。どうしちゃったの。そんなに甘えん坊だった。アリサが家にいなかった日なんて結婚してから一度もないから寂しくてたまらないんだよ。仕事帰りにお弁当でも買ってお風呂に入って寝るの。それくらいもできない。できない。だから実家に帰る。は？そっから1時間もかかるのよ。会社はどうするの。有給取る。あのさ、出張の度にそんなことされたらもう行けなくなるじゃない。ご実家にも迷惑よ。実家は甘えるためにあるの。母さんだって喜ぶから平気。仕方ないな。お母さんたちにもお土産買ってくるからよろしく伝えてね。ああ、そういうのいらないから。そういうわけにはいかないわよ。福岡だから明太子とかお好きかしら。嫌い。父さんも母さんも魚卵が大嫌い。そうなんだ。じゃあお菓子にしようかな。甘いものも嫌い。そうだっけ。食べてた気がするけど。検診で引っかかって食えないんだって。あ、そっか。じゃあ俺の電話だけしとく。するな。なんだよ。言いにくいんだけど、実はアリサのことが苦手らしいんだ。え？バリバリ仕事してて今時の人って感じで付き合いづらいんだって。そうだったの。仲良くできてると思ってた。その上俺を置いて出張するなんて知ったらますます嫌われて関係が悪化するかもしれない。そうね。とにかく何もしなくていいから。わかった。じゃあ出張頑張って。うん、行ってくるね。私はアリサ、32歳の働く主婦です。夫のシュートとは結婚2年目でそろそろ子供も欲しいのですが、仕事が楽しくなってきてしまい迷っているところです。夫婦仲も良く喧嘩も滅多にしません。お互い適度な距離感で一緒にいると思っていたので、今回の夫の発言は正直驚きました。義実家は孫が見たいと言ってくるようなことはありませんが、私の親も含め期待されているのは分かっているので辛いところです。出張は多いけどいろんな経験をしたくて移動を受け入れました。自分のステップアップのために決めたことでしたが、この決断が間違っていたと思い知ることになるなんて。翌日。奇遇ねえ、旅先で一緒になるなんて。義理とはいえ親子よね。お母さん、なぜ福岡に。美味しいもの食べたくってね、前から計画してたのよ。そうなんですか。あなたに予定がなければ夕飯も一緒に食べたかったのに。あの、そういうお気遣いしていただかなくて結構ですから。別に気遣いじゃなくて本当にそう思ったんだけど。私のこと苦手なんですよね。確かに夫を置いて出張に行くなんて妻としては失格かもしれません。でも私にとっては大事な仕事なんです。何言ってるの。仕事大いに結構だと思うけど。え、女が働くのは反対なのでは。そんなわけないじゃない。あなたのこと尊敬してるのよ。専業主婦だった私にはできなかったことだから。ありがとうございます。でもシュートさんと一緒の旅行なんて知りませんでした。私に隠すことなんてなかったのに。シュートさんはホテルですか。なんかさっきから話が噛み合わないわね。シュートなんか連れてきてないけど。え、旅行はお父さんと二人きりよ。だってシュートさん、私が出張の間は実家に行くって言ってたんですよ。何それ、あの子からは電話すらなかったわよ。てっきり家族3人での旅行を私に隠したくて実家に帰るなんて嘘をついたのかと思ってました。
そんなわけないじゃない。あの子を連れて行くならアリサさんも誘うわよ。なんでこんな嘘を。まさか浮気してるんじゃないでしょうね。出張に行くなって言ってたんですよ。一人じゃ寂しいから実家に甘えるって言ってたのに。なんか怪しいわね。ですよね。ちょっとシュートさんに電話して聞いてみます。ああダメダメ、こういう時はしばらく泳がせなきゃ。詰め寄って証拠隠滅でもされたらどうするの。隠滅するような悪いことをしてるんでしょうか。私の女の勘は確実に黒だと言ってるわね。そんな。とにかく調べましょう。お父さんの知り合いに更新所を経営してる人がいるから頼んであげるわ。何もなければそれでいいでしょ。確かにそうですね。もしあの子が浮気してたら夫婦関係は終わるわね。アリサさんと家族じゃなくなるのは寂しいけど、あなたが幸せじゃないと意味がないから。そんな風に言っていただけてありがたいです。息子が裏切ったのなら親としてしっかり責任を取らせるから心配しないで。頼りになります。あなたは仕事頑張って、明日もあるんでしょ。はい、本当にすみません。明日一緒に夕飯どう。ぜひ。詳細が分かったら連絡するわね。3日後。ごめんね、出張延期になっちゃって。ついでだから有給もらって少し観光しようと思って。俺も有給延長して実家にいるから大丈夫だよ。ゆっくりしておいで。お父さんたちお元気？親父も年だね。腰の調子が悪いみたいでずっとマッサージさせられてるよ。たくさん親孝行してあげてね。いや、久々の実家満喫してるよ。母さんが張り切って飯作っちゃって腹苦しいわ。何作ってくれたの？ハンバーグとかカレーとか。へえ、いいな。写真撮って見せてよ。ああ、俺が全部食べちゃってもうないわ。ごめん。ねえ、本当に実家にいる？いるに決まってんじゃん。今リビングでテレビ見てるし、母さんは洗い物してるよ。お母さんがキッチンに立ってる写真送ってよ。母さんって古い人だからさ、魂を吸い取られちゃうとか言って写真拒否するんだ。そうかな。私太宰府天満宮で何枚も一緒に撮ったけど。あ、何の話？さっきから意味のわからない嘘を平然とついてるよね。俺が嘘なんかつくわけないだろ。でも説明がつかないのよ。あなたの両親が2組いないと。え？私出張先でご両親と会ったんだけど、なんなら今も一緒にいるし。嘘つくなよ。そんなはずない。俺が一緒にいるんだから。そう？だったらこのお二人は誰かな。それはそっくりさんだな。それはさすがに苦しくない？ですよね。お父さんとお母さんは福岡旅行中なの。出張先で偶然会って驚いたわよ。マジかよ。まさか旅行なんて思いもしなかった。嘘ついて一体何してるの？俺たちの家にいるよ。誰にも邪魔されずポテチとコーラを手にダラダラと映画を見たかったんだ。それならそうと言えばいいのに、わざわざ実家に帰るなんて嘘をつく必要ないじゃん。そうだよな。アリサが働いてるのに俺だけ遊んでるのが後ろめたかったんだよ。ごめんごめん。はぁ、なんかため息が出ちゃう。なんで？こんだけ猶予を与えたのに正直に言ってくれないんだね。俺は嘘はついてないぞ。まだ言うか。本当だって。こっちは探偵つけてんだよ。え？これ女子大生？ずいぶん若いのが好きなんだね。ちょっと待って、なんで？へえ、おっさんがパンケーキとか並ぶんだ。そんなことまで。私が行きたいって言ってたフレンチにも行ってるし。こんな小娘と。それはたまたま予約が取れて。っていうかなんでそこまで詳細にバレてんだ？お父さんが探偵つけてくれたの。なんで親父が？普通俺の味方するだろ。二人とも私の味方よ。なんだよそれ。家に連れ込むなんて最低。もう気持ち悪すぎて家のものが使えないじゃない。掃除して除菌するからさ。そういう問題じゃない。最低だよシュート、見損なった。
ご両親もがっかりしてる。俺が悪いんじゃない。は？会社の先輩にそそのかされたんだ。何を人のせいにしてんの。嫁さんが出張行くなら遊び放題だなって俺を焚きつけたんだよ。だから何。もともとそんな気なかったのに、先輩のせいでマッチングアプリに登録しちゃったんだ。慰謝料請求するなら先輩にしろ。マジで言ってんの。大丈夫。だってそうだろ。俺は家で留守番してる予定だったのに、余計な知恵をつけられて迷惑してるのはこっちだ。自分の指でスマホ操作してマッチングしてんでしょうが、人のせいにしてんじゃないわよ。だって言い訳とかほんと見苦しい。しかも人のせいにするなんて情けない。女子大生だぞ。あんなガキ遊びに決まってんじゃん。遊びか本気かはどうでもいいの。私を裏切ったことが問題。浮気ならお互い様だろ。はい。お前だって仕事と偽って福岡で男といる可能性だって捨てきれないんだからな。ご両親と一緒にいるって言ったよね。俺の親を買収したかもしれないだろ。疑うなら証拠出せば。そんなもんあるか。これは男の勘だ。こっちは証拠があるの。慰謝料請求するから。女子大生にもね。おい、学生相手にムキになんなよ。既婚者と分かってて手出したのはそのガキでしょ。責任は取らせる。知らなかったと思うな。俺言わなかったし。家に連れ込んだんだよね。私が住んでる形跡山ほどあるよね。結婚式の写真パネルとか見てるはずだけど。あれはアートだと思ってたみたいよ。往生際悪すぎるんだけど、さっさと認めて謝ってよ。ごめんなさい。許しません。俺の謝罪返せ。謝罪はお金に換算して。慰謝料っていくらだよ。1人200万。払わなければ裁判にする。高すぎるって。相手の女も一人暮らしってことは親は遠方なんでしょ。娘のために学費や仕送りして既婚者と遊んでるなんて知ったらたまらないでしょうね。親まで特定したのか。まだだけど。探偵さん曰く余裕だって。すげえな。私の新居の費用、引っ越し代、その他もろもろもあなたが払ってね。なんでだよ。こうなってなければ必要のない出費だからよ。俺の貯金が全部なくなる。逃げようとすればあなたのご両親が許さないって言ってる。勘弁してくれ。職場にご挨拶に行かなくて済むようにしてね。私だって元夫の会社で暴れたくないから。恐ろしすぎる。じゃ支払い待ってます。今から3人で水炊きを食べに行ってくるから、もう LINE して来ないで。満喫してんじゃねえよ。離婚届書いておいてね。1秒でも早く別れたいから。そんなこと言うなって。ほんと子供作らなくてよかった。神様がわざと私を移動させてくれたんだね。アリサ、考え直してくれよ。うるさい。あんたがやることは離婚届と慰謝料。分かったらさっさとやれ。はい。後日談。博多を満喫した私たちは帰路に着きました。私は女を連れ込んだ家にどうしても戻ることができず、義実家に少しの間だけお世話になることに。シュートは毎日のように1時間かけて義実家まで通い、玄関先で土下座をしていましたが、ガン無視しました。あんなに人の気配ってスルーできるもんなんですね。シュートと浮気女にそれぞれ200万円ずつ請求しました。浮気女は最初こそごねましたが、大学や実家に報告すると伝えたところ、すぐにお金を振り込んできました。今の女子大生ってお金持ってるんですね。パパ活してるみたいだし余裕か。シュートは貯金はすっからかんで、家賃の安いところに引っ越したようです。私と別れてから左遷になったり、車にひかれたり、詐欺にあったりと悪いことばかりが起きてるとか。私は逆に運気が上がって、昇進、昇給と絶好調です。